ビール入れてる。何神社だっけ？なんとか神宮。忘れた。すごいな。私の顔。天津。天津神。めぐ？え？神明宮。天津神明宮じゃない？天津神明宮、うん、明治神宮とかあるでしょ。そういう風な感じで読むんじゃないの、うん、はい、じゃあそこ行こう。せっかくだからね、さっきのところお賽銭あげられるところがなかったし、あ、どうしたらいいか分かんないからあげられなかったからね、そこ行こう。すごかった。まあでも狛犬はしっかりしてたね。あ、そう、うん、後で見て、はい、縦動画でも撮ってきたから。瓦はね、全部起こっちゃってたから、てかもう建物が全部潰れてたね。そりゃ誰も来ねえよ。一方その頃あなたは一人でなんかもう、わけわかんないことやってた。わけわかんないもんね。反対側から行ってみよう、やってみよう、やってたけど、これさ、結構作業してるから向こうから上がってくる可能性あるんだよな。そうだね。だからちょっとゆっくり行こう。一人で行ってみよう、やってみよう。とりあえず稲荷神社は無理と。まあまあ歩ったけど、うちその時携帯持ってってなかったからな。あの、本当は携帯持ってって、うん、ここまで行けるよって言ったら、ここまでちょっと車で来てって言おうかなって思ったんだよ。だって横見たら、あれ、携帯置いててるこれ、全然無理じゃねえかってか、電波ねえやん。困んないで、ワンちゃん。わかるかもしれない。いや、電波ないんだもん、無理じゃない。開いてないもんな、ここの子。開いてるといいのかな。開いてたら稲荷神社まで探しちゃおうぜってなるんだけど。開いてたら今うちらみたいな心優しい人たちじゃない人たちが見ちゃうから困っちゃう。なるほどね。うん、山の中ですね。ね、ほら、さっき物騒なんで。そうな。田舎を狙ってるからな、ハイエースなんか泥棒とか。いろんな意味でね。うん、ジャガイモくらい。ああ、分かんない、見えなかった。てかそんな余裕はねえよね。前から軽トラ来るかもしれないと思ってるから。あ、水があるんでね。そうなのよ。まぶしくて見えねえし。あ、やっと、やっとここに来た。ね、ここをね。歩くかもしれないのに、あなた 石井太郎行きたいって言ってたのに、歩っちゃダメですよ。うん、ちょっと行ってみよう、やってみよう。あ、もう反対から、はいってやりたかったの。そうなの。できなかったな。こっちから行けんじゃねえっていう、なんか、ただ待ってんのもあれ。でもそれは前もやったじゃん、うちが。こっから行けんじゃねえって。違う、あの手前。あの手前も見たけど草ぼうぼうだからやめようって。あの時は草ぼうぼうだったけど、なんか誰かが行った形跡があったから、まもなく直進です。その先 40m で目的地周辺です。さっきもちょっと枝を降りながらね、道を作って、うん、自分からね。でも戻り方どっから来たっけってなって、直進です。なんだかんだ言って10時やん。すごい、すごいね。だろうってやつ。目的地に近づきました。案内を終了します。駐車場はどこだっけ？ここじゃないんだよ。もうちょ、あ、そこか。もう人いるやん。あれ、こっから入れるの？こっから、ん？あ、そこ、あ、入れた。あ、よいしょ。よいしょ。あ、そうなの。でもこっちです。みんなと一緒です。そうなんだ。ピーヨン。どこに止める？もうみんなと一緒のとこに止める？あ、この人はもう帰るの。よし。オッケー。じゃあ行きましょう。